あれは何なんですか、おけ使ってるの。あれは牛の餌入れで、はい、貝灰で。あ、本当ですか、うん、こっちはこっちは今でいう洗濯機、たらい、はいはい、昔の洗濯機、たらいです。数が違いますね、やっぱね。いや、これが第一分法。社長、これここ普通の人の家ですよね。え、西洋ミツバチをイチゴの受粉に使うために買い寄った、はい、その関係で、はいはい、友達になって、なるほどでお貸ししてもらった。なるほど。じゃあこちらの方にとってはその鉢っていうのはイチゴの受粉のためには必要だったりするんですね。30年でした。僕らより大先輩。なるほど。30年も鉢に通ってた。ただし、はい、西洋ミツバチと日本ミツバチはもう飼い方が全然違う。ああ、西洋ミツバチは家畜化されて、ああ、これは野生。なるほど。うん、だから向きは。箱は向きがある、うん、西洋ミツバチはどこにどっち向けとってないけど、これは自然やから、うん、南向き、はい、これ出入り口が南向きがないと、はい、向きがかあの血を取ったら逃げてしまう。はあ、こっちもそうですもんね。南向き。はあ、この人も音越しまで知らないんでね、はい、石よ、わし日本ミツバチは今まで10回ぐらい取ったけど、一月としておったことないんや、どうしてやろって話しちゃった。そのうち後藤さん、あんた来なくない。いや、し、もと取ってきたらポーンとその辺置いてる、はい、試しに今度南向き置いてみよう言うたら、これから買い出した。はあ、それぐらい自然と、だから西洋ミツバチとの違い、日本ミツバチは自然、西洋ミツバチはもう人間が改良した家畜化された蜂。なるほどですね。わかりました。